中村勘九郎です。中村七之助です。きっかけはですね、うちの父とですね、私たち兄弟でですね、親子会というものを昔からずっとやっておりまして、まあ、それの流れは流れなんですけれども、そしてうちの父が、辞めたというか、親子会を辞めまして、その時にですね、ちょうど、私たちが若かりし頃、浅草公会堂で舞台をやっております。そこで手紙が、一通の手紙が来てですね、若手公演だったんですけど、そこで私がこの芝居を見たいんですけれども、地方というか田舎の方に住んでまして、行けないと、チケット代もかかりますし、交通費、ホテル代、もし泊まったらホテル代もかかって、ちょっと若私は学生なので行けないですっていう手紙が来たのをきっかけにですね、だったら僕たちで行こうかっていうので、まず一番最初は獅童さんと3人で、行きまして、それが獅童さんが抜けてですね、2人になって2005年から、2017年まで、ね、これ続けております。はい、やはり全国本当に歌舞伎を常にやっている劇場の近くとかではなく、遠くの方などはその地方を伺うと、本当に待ってました感というかね、客席がものすごく盛り上がってくださってですね、とても幸せですね。これをきっかけにですね、歌舞伎を好きになってくださったお客様がたくさんいらっしゃいまして、それはすごく嬉しいですね。私たち兄弟をこうきっかけとして歌舞伎という世界に入ってですね、まあ、僕たちのこともそうですけど、歌舞伎自体をね、好きになってくれたお客様がたくさんいらっしゃるんですよ。また私たちだけではなく、その中村屋のお弟子さんたちの演目もありますし、ですから本当に一門が一丸となって挑める、年に1回の特別な公演ですね。そうですね、前回からやっております歌舞伎塾ですけれども、本当にその好評というか、前回は、役者の楽屋入りから、その演目のこしらえの全てをお見せして、そしてね、ちょっと踊るということをやったんですけれども、なかなかね、知られていない楽屋の中というものをお見せできたのでですね、楽しかったですし、まあ、話も途中でね、脱線してしまったりすることが多々あったんですけれども、前回とは違ったものも、ご用意できたらいいなと思いますね。棒縛りはですね、狂言から来た演目なんですけれども、これはもう歌舞伎初心者から、何度も歌舞伎をご覧になっているお客様まで、楽しめる作品になっております。お話としてはとてもシンプルでですね、酒が大好きな次郎冠者と太郎冠者が、大名の目を盗んでどうにかしてお酒を飲む、っていうのがバレてしまってですね、一人は棒に縛られて、一人は後ろ手に縛られて、そう、縛られていても酒が飲みたいを、その舞踊劇という形でお見せするので、これはセリフもありますので、本当に初心者の方も楽しめる作品になっておりますね。はい、私は次郎冠者も何度も務めさせていただいておりますけれども、今回太郎冠者は鶴松が演じますので、彼もですね、この話をしたらですね、とてもテンションが上がってですね、やはり歌舞伎役者にとって憧れの演目でもありますので、みっちり稽古して2人で、いい雰囲気を出せたらいいなと思いますね。藤娘はもう皆様よくご存知の通り、代表的な長唄の踊りでございますし、綺麗なものを見てパッと帰ってもらいたいですし、藤娘はこの近い距離で見てほしいなというのは思いますね。本当に毎年やっているところでも、新しく見に来てくださるお客様、そして、この錦秋特別公演を楽しみに、お待ちのお客様がいらっしゃるので、僕たちも、その期待に応えられるように一生懸命務めさせていただきます。一生懸命、精一杯踊らさせていただきますので、ぜひぜひお足を運びくださいませ。よろしくお願いいたします。